はいどうも、こんにちは、これです。今回ですけども、前回1000円自販機1万円分回したんですけどね、大当たりやっぱ来なかったんで、1000円札ちょっとかき集めまして、前回1万円入れたんで、まあ、10万円分までとりあえず1回投入してみようかなってことで、9万円分の1000円札を持ってきてます。大当たりはそこで終了でもいいかなと思ってるんですけど、とりあえずは出るまでか、もしくはなくなるまでいきたいと思います。買い鳴らしてほしいよ、ほんまに。任せて、俺の役目やから。YouTuber に近いならすうまいから、うん、俺 YouTuber ムツゴロ言われとるからな。あー、ムツゴロはね、そうよしよしやると、そうこういう、要はお金吸い込む系のやつは俺がよしよしやるすぐに、あー、出しよる売ってきようから、おい、行こう。一本で当たったやばいね。やばいぞこれ、ほんまに。おお、なんか箱は一緒かな、これこんななんか安っぽい顔に入らへんわな、その普通のは、うん、入らん思うで俺も。おえ、ボールペン、なんだよこれ、修正器と分からんの、謎の品。じゃあ2枚目行こう。でも結局売り切れが近づくのは近づくほど、大当たり近づいたことを見てもええもんな。まあそうやで、やっぱ絶対後の方に入れたやろ。まあそれはな、またここや。ああ、連続でくる簡単クールダウン。ああ、分からんな、これ全く別物やん。これリンゴ奥、落下防止、携帯電話とか落とさへんやん。ああ、そういうことね。なんでこの組み合わせしたん。もう訳が分からん、やばいなこれ。ほんま組み合わせの仕方がすごいな。アジア今後のダルビッシュみたいな感じやな、ほんま。売り切れた、ほんま売り切れました、ね、前回やってましたから、上の方は。次じゃあこっち行きましょう。うわっ、うわっ、びっくりした。おい、何しとんねん。何これ、何これ。まだ持ってみて、指や。うわ、気持ち悪い。ボタンありますね、これ押しに。え、何も起こらん。これ電池いるんじゃん。もう一個は分からんな。誰やねんお前、これルイージじゃん、これルイージじゃん、これこれだけしか入ってんけどな。来い、またこれか。白が多いな。うん、これちょっとプレミアじゃないっていうことも分かってもどうかな。分かったんだな、変な入ったら嫌やねん。何これ、何これ、紐。あ、3番じゃない、プロペラ自動、プロペラ。え、帽子にプロペラ自動。タケコプター。これだけ、これだけ。ブのでも魚踏むぐらいじゃん、ほんま。いやいやいや、やばいね。あいつらかぶらんのさ、ほんま。えい、いいやね、来ても。そろそろな、もうこの小包み多いな。うん、多いな。小包みじゃないけど、この白箱ワンパターンやな、ちょっと。いや、そんな箱に入れやがって、ほんま。おお、そういや、え、バーバリー、うそやろ。ベーベリーやんけよ、これ。なんじゃこれ、バーバリーちゃうんや。ちゃうか、これビバリーやわ。8300円。ビバリーですけ、ビバリーや。見てこれ、あかんやろ。あかんやろ、これあかんやろ、これ状態。これはもう苦情やぞ、これ。こんなんこれあかんやろ。次6000円いきましょう。苦情やこれ、苦情レベルやな。商品は最低安くてもいいから、状態だけは最低保証しとけよ。新品にしとかなあかんわ、やっぱり安くても。あんな汚い状態誰が使わねえんだな、ほんま。奥の方出してきますよ、これ。めっちゃ重いですよ、この重さ。ちゃんとした箱、嘘。ほら、え、何見て、なんかちゃんとした箱っぽくない。あれドルフィン、なんか水族館とかで200円ぐらい出そうな。あ、もうスイスカクテル、期待だけさせてっていう落とすパターンやな。じゃ落としだよな、ほんまに。まだ変えてないよ、うん、夢1個も変えてない。あ、夢が散ってくだけやからな、ほんま。俺夢すら見させてもらってないよ、そこまでしか。レイミゼラブル、夢破りってなっちゃう。これ通算ボイルじゃん、これ。あ、なんか印つどん、これ当たりちゃう。ほら、つける、印つける。いやいやいや、店長みたいにつけるやんって。あー、外れや。なんやこれ、服はええわ。ただサイズ XL、 誰が着んねん、こんなもん。嘘、おかしいやろ、サイズ。もっと多少しとくから、これ XL。 ツッコミどころだけはうちあるけどな、うん、これは結構1列塗り切れようとしようで、ほんま、うん、え、2個出た一気に。嘘、ほんま。あ、ほんまね、双子かもしれへんね、うん、これ上杉達也と上杉氏、カズヤやろ。カズヤか、何そこ出てこへんね。上田晋也か、上田晋也。キケツや。ああ、ほんまキーケースやな。でも多分これも訳のわからんブランドっぽいけどな。うん、まあ、確かにな、よう分からへんブランドやな。とりあえずこれね、キーケースとね、よう分からへんね、これ。何やろ、分からん。紫色のもんね。紫の謎の物体が MP3 プレイヤー。あ、なんかこれ、MP3 プレイヤーってあれじゃん、 iPod とかね。多分めっちゃ多分ヘボイバージョンやな、ね、ただ、まあ、MP3 プレイヤー、まあ、一応機械、うん、安さだってチャッチーもんな、うん、チャッチー。またなんかついとるわ、ほら。ああ、ほんま微妙についたやな。これわざと絶対つけとるやろ、ランニングウォッチ。これも走る人とかな。シンプルですね、それだけだけ。はい、これ1万円分ですね。とりあえず今じゃこれで前回のやつ出して2万円分終わりました。はあ、売り切れがこの時点でもう結構出てますからね。2、4、6、7、まあ初めから2個売り切れって考えたら5個ぐらい売り切れたんで、はあ、あと2、4、6、8、9、結構売り切れいくんじゃん。すぐ行くぞこれ多分。あからさまに当たりっていうやつ感じだって見せようじゃんけど、うん、確かにそれが見たいがためにやったもんな。そう、え、なんか違うぞ。あれ、ヘマタイト、ヘマタイトってこれ宝石じゃない、宝石の入れ前で。確かにな。お、ヘマタイトっていう石やけども、これダイヤもジルコニアやろうし、うーん、ジルコニア高くないよね、こんなんですね。
こんな感じですね。まあ悪くはないけど別にそんなに、うん、まあまあな、その声がかっこいいからなんか悪くない人だけな気がするよ俺は。こういうの好きな人は好きやから。あまあまあな、まあでも今はなんかで一番マシかも。なんかちゃんとした感じが、これが大当たりじゃないからな、うん、100% 違うな。100% 大当たりじゃない。これ大当たりやったら俺もビビれろ。一回家帰ってたのベッドの中で晩飯しかすやもん。いやそれ意味ないけどな全く。押していこう。わあ時計、あーちょっと金の時計やけ、金のカラーウォッチ。カラーウォッチです、これです。あ、売り切れた。ほんまやな。行きます、じゃあ。もう結構来とうで、これほんま結構やな、これまた時計やん、これ掛け時計。あーもう確かにこれはあーちょっとなんか古い感じの、あーちょっとおしゃれな雰囲気を出しつつも、うん、チャッキーというね。確かにな、アンティークになりきれへん、アンティークって感じ。もう一番あかんやん、うん、お、まだ売り切れた。早っ、どんどん売り切れてきて。あーちゃうわ、もうあとこらして売り切れ早っ。全然入ってないよな、あんまり商品自体が。夢貸してくれ、ほんまに。まだ、あ、夢売っとはって書いてあるから、うん、そこを多分嘘ついたらあかんからな。売ってなかったら俺もちょっと電話しよう思うから。ああ、ここに問い合わせるな。どういやこれ。ボトルオープナーとボトル開けるやつとレッドコースターって光るコースター。ああ、もう意味がわからん、ま、なんでこの組み合わせにしたのかなっていう、ほんま。来い、ドン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 、降りたー。はい、2列制覇。おお、やばい、もう半分いった。なんかでかいちょっと。でかいこれが。でかいイコール安い、高いとかあれだからな。これ鍵ちゃう？あーほんまや、ロックって書いてある。うん、これ自転車の鍵やわ。自転車の鍵。ピッキングとウェーブキー。うわー、自転車乗らへんかったら全く意味ないやん。そこそこ多分値段すると思うけど、シャリの鍵って。ただこれは使わんしなーっていう。やつを出さなかったら団長とかで喜ぶかもな。シャリめっちゃ好きやから。そうな。行きます次。よいしょ。これ開けるのがしんどいじゃんこれ。待って。あれ？なんかもう普通に出てたぞ。あーなんかミニゲーム系かな、ポータブルゲーム。もうゲーム機本体とかしてくれよ。なんか中途半端なゲームだなこれまだ。中途半端わからんもん。まず今絶対 200% 売れへんやろっていうゲームやもん。えいドン、おー売り切れた。もう 2,3 回やったら売り切れる。確かにな。何これ。ガムみたいな。妊娠検査薬みたいな。嘘やろそれ。クールファンボールペン。ボールペン、うん、なんかめっちゃようわからんボールペンを。普通やんよ。しかも色もなんか同じなんや。もう懐かしいなこれ、うん、まあまあまあ普通のボールペンですよ結局これ。はい、行きましょう。おお早っ、一発やった。もう売り切れ、うん、一瞬やで。何それ何それ、何なのこれ。超磁力ローリングラッシュ、回る光る、回ってラッシュ、遊び出したら止まらない。ええ、これわからんわ。レパートリーはすげえ多いけど、毎回毎回ほんまこれ100均で売っても100グラムのやつ出てくるかな。売り切れるかな。お、売り切れなかった。くそ、メンズ。あ、あの鼻のやつや、ノーズヘアカッター。いや、鼻毛を切るやつ、うん、鼻毛切るやつ、男のエチケット。ああ、まあまあな、微妙なとこやな。微妙やな。結構ユニバーサルクリップレンズ。微妙やな、なんか何これ。クリップやな、たぶんクリップ。たぶんこれ全部今まであったやつ合わせても多分1000円もいかへん。売り切れ、俺が思うに。売り切れ来たい。うん、1000円払っても嫌やろ。だっていらんな、絶対いらんわ。缶詰みたいな嫌やん。何でも缶でもいいやん、うん、売り取ったらええと思う。嫌なこれ。もうあと1個で売り切れさ、この3列目もね。ムジーク。え、ミュージックって書いてある。ミュージック、オレンジレンジのお前アルバムじゃん最初の。200万枚ぐらい売れた。箱汚ねえなこれ。そんなええやつじゃないやろな、うん、いきます。ミニ JJ。 ミニ JJ 手元でシャッター、自撮りボーの超チャラタバージョンみたいな。シュゴイヤホン。イヤホンですね。おー来たー、オリケー。あー来ましたね、サーナス制覇。あとはもう3つやで、うん、これ絶対当たり、うん、こんなに来へんかったらもう熱いよ。マジでもうそろそろ来いよ。テールライト、自転車の完全制覇までもう目前やで。ほんまそうやで、もう時期やからな。あれ、え、あれ、そうやな。お、あれ、あ、あ、なんかなんかもうエラーやな、その。お、ウケた。ええー。あれ、どういうこと。何もしてない、ウケたの。ええー。出てったんじゃん、なんか商品。あ、出てない、ね、あ、もう意味がわからん。意味わからん、ウケた。まあでも何もせずにお家を作ることができたら奇跡やけど、まあ、奇跡やな、意味分からへん。めっちゃ右にやっとるな今回。いやもう最後や思うで、やっぱりもう最後で最後に残しやん思うで。ああ手切ったしよ、痛い痛い。こんなクソみたいなことやったろ。テープちゃん、これカトリマル、顔取るもんやんけど、カトリ戦後みたいな感じ。ほんままあ携帯で持ち歩けいうことやなこれ。いやねー、まあ、手切ったやんけお前、この白い箱でお前来い。さあ、コンパ。次、切りすぎやけどな。ここ切ったってまた。マジだっけ。いってもう痛いってこれ。同じや。これ。あ一緒やん。色違いセットしてる。やばいやばい。同じセットやん。一番組んだ感じでバッテリー組んだなこれ。相性。バッテリー相性。悪すぎだよこれ。
松本人志、岡村隆史みたいな。あーまあな、新幹線言うとったもんな。県営の中山。うい遠いなー。おい、もうあと1回明日やねんと。ほんま最後で最後入れとんじゃん、やっぱり結局は、まあ、入れとかへんかったらおかしいってあるやん。こんな感じの車です、うん、めっちゃ悪くはないけど、そのすげえ大当たりだってあるの微妙なとこやな。違うやろさすがにこれと。パッケージと全然違うから、まあ、パッケージのもん出えへんかもしれへんみたいなこと言われたら、まあそれまでやな。下手してもラストやで、ね、これラストやな。いやほんま行きます。えさあラストじゃないやろ。あまあまあね。あ同じや鉛筆行くぞ。ドンペカ。おー見た。うわこれじゃあもう全部見て。うわ全部売り切れですよこれ。もう点滅した点滅した点滅した。おやばいやばい点滅した。ってことはね、もう夢の世界やろこれ。いやそうやね、間違いなく王様の宝物やね。そうやな、どう考えても3万9000円で行きましたけど、それでこれがもう、いやいやクソやったらもうどうしようもないぞこれ。どうしようもないな、ほんまこんな感じ。じゃあ高い賞があったってことになってまうけど。あれ知らんかいぞ。あれ100から入ったなこれ。あ紙みたいに入った。うわこれ、あこれあるわ。あるな。ちょっと待って待って。いやそれはないと思う俺絶対に。やばいな、あと嘘。ええ何嘘やと何にもなかったんだって本番に、うん、なんかもしかしたらこんな高いもんがあって見落としたのかもしれない俺らが。でもコメント欄になんかこの中でヤバそうなやつあったら教えてください。俺らの前に売り切れ肉あったからあそこで出とったっていうこと言われたらもう終わりやからな。やばっ。しかもそんな前半に1個しか入れてへんでおかしすぎるけどな。すごい商売だって。だって入れてもう何本ほど買いとんねん話やん。このパッケージ全然やからな。そうどれか確実に入ってますとかがないやん。やからもうまあぶっちゃけた話全部外れても誰ももう言えへん状態なのなこれ。いやな、せやな。でもこれちょっとあれやな、まあ、今回来たところはこれやっただけで、まあ、他にもいっぱいあるんで関東はね。でいろんなとこ制覇しようと思うんで、とりあえず今回の千円自販機は売り切れまでやりましたけども、3万9000円で、売り切れになりました。大当たりっぽい大当たりは今のところなかったかなっていう。ラジコンか財布、あとあのこのなんか腕の膜パワーアップレゼント、あれなぐらいかなっていうところはありましたね正直。大当たり出るまでやりたいな千円じゃんけ俺売りで。大当たりが入っとうっていうのは分からへんから、まあ確かにね、まあ、だからおもろいけど、うん、わけ分からんからな、ね、ほんまに。というわけでね、今回はねいろんな方がリクエストをすごいいただいててね、千円じゃんけ売り消してほしいと、うん、まあ、一応今回ご要望に応えたという形なんですけども、正直ね俺納得いってないですぶっちゃけ。そりゃそうやろ、手なずけられてないかなっていう。ちょっと今回いっぱい食わされたなっていう負けた感はありますね。ちょっとこいつに関東に負けたな。ちょっとまあ関西からの関東進出そう甘くはないと。次回またこの千円自販機シリーズ、楽しみにしておいてください。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。はい、千円自販機の中身全部持ってきましたよこれ。これ結構な。いや言ってもこれだいぶいっとうかな、だいぶいった。店長何もつけるんか楽しみっすね。いやこれ全部お願いします。千円自販機、そうなんです、はい、あ何これやばいです。千円自販機の中身全部です。お願いします、はい、お願いします。楽しみしてる方も多いんでね。これは来るぞ多分。ええー、のこれは多分なんかしらあるな。まだ言葉しちゃっと。ああ確かに固まったもんね一瞬。固まったな、すごいやん。ちょっと笑っとったけどな、うん、姫路アイアンゴール昇格したよアイアンゴール終わりからちょっとでもあれですね、横から見てやっぱエグザイルにいそうな感じの。ああほらエグザイルめっちゃええやんけ